はい、今度ロックモン5ちょっと見てみようかと思います。あ、でも飛ばしもだね。もうデモはでも同じかな、多分。もう一回リセットをして。うん、デモは同じような気がするけどな。ロールちゃんが出てこないもんね、このデモ自体はね。ブルース軍団なんですよね、今度の敵はね。ここに出てくるのがロールちゃんになるだけですよね。ロック、うん、ああ、これロールちゃんですね。可愛いですね、やっぱりね。これでロックマン5。プロトマン。はい。その真ん中の絵がロールちゃんになってるんですよ。同じですよね。スライディングもできて、これ普通ならこれスライディングするときにパンチラ絶対になると思うんですけどね。でチャージショットがね、こうスーパーチャージショットになってるんですよね。スーパーロックバスターになってる。ロールバスターか。これはまあ単語ですよね、相変わらず。あれ、あ、そうか、こういう感じになるね。これ乗ってからジャンプするという、この5だけの仕様になってますね。はい、ちょっと続きやりたいと思います。なぜかなんか知らないですけど、タブレットの電源が勝手に消えたんですよ。電池もあったのにね、なんでかな。こんなこと初めてですね。うん、勝手になんかね、タブレットの録画が勝手にこう電源切れたんですよね。何だったんでしょう。よくわからないです。はい、グラビティマンの続きですね。あ、ちょっと今の調子狂ってね、ダメージ食らっとるやん。こいつノーダメージで倒せるぐらいのボスなのに。はい、倒しました。はい。はい、ステージセレクト。はい。スターマン倒したから、チャージマンもいけるでしょ。ナパームはまあ、ロックバスターでも倒せるんですけど、クリスタルは効くんですよね、こいつ確かね。クリスタルはジャイロが効くんですよね。でウェーブはチャージが効くんですよね。でジャイロはグラビティが効くんですよね。じゃあ一番難しいジャイロも言っときますかね。うん、先にクリアしちゃいますよ。ここ一番難しいんで。仮面ライダーみたいですね。音楽はなんかちょっと爽やか系の曲なんですけどね、難易度も高いんですよね。この敵めんどくさいんですよね、盾持ってるから。あ、しまった、危ね、危なかったな、今。落ちるとこやったんや。そう、このケセランパサランみたいなやつも出てくると。
チャップ取れますね。これまあ倒しといた方がいいな、こいつら。あ、でもまた出てくるのか、どうせ。はい。あ、しまった。うん、これ下でよかったんやけど、まあ、下でもいいか。あ、こいつ出てくんの。あ、これね。あ、そうそう、これがあったよね、そういえばね。そうそう、これがあったよ。あ、やっぱやられた。あれ取るのかな、あのエルを取りたいんですけどね。そうそう、ここもね、今のところやられやすいんですよね。結構難しいんですよ。ちょうどこっからが始まるところがね。これを取るのには、こうやってね、ちょっと危険な目に遭わなきゃいけないという。あれ失敗すると、でここも難しいし、結構ここもまあまあ難しいんですよ。うん、当たった一発はやられますから、ハリー。うん、あ、しまった。危なかったよ。ああ、しまった。やっぱやられたか。2機やられてますね。5機あるからいいけど、やっぱね、難しいですね、ここね。そういうイメージありますね、やっぱり。2機もやられてますから。危ね。グラビティホールド使ったら回避できるんですけど、敵は。ここのボスの弱点なんで、なるべく使いたくないから。ここね、ちょっと難しいんですよ。怖いんですよね。ギリギリ、結構ギリギリなんで。はい。いけました、なんとか。ここさえいければ、あとはなんとかなります。ここはね、初大ボスステージの中で一番難しいんですよ、今のところがね。はい、もうボスですね。さあ、グラビティホールド。はい。倒しました。はい。もう次元爆弾のように仕掛けてるみたいな感じで倒しましたね。タンゴジェット、はい。じゃあね、クリスタルマン、クリスタルマンはあれか、弱点が確か何やったっけ。ジャイロは結構やったな。じゃあ次クリスタルマンか。ここもその次ぐらいに難しい面ですね。パネル取るのもちょっと難しいし、ここは。なんとなくね、ジェミニマンステージにイメージが似てますよ。そう、これがあるんですよね。ここはまだいいんですけどね。ここちょっと怖いから使うか、やっぱスタークラッシュ。あ、そうか、いいのか。いいのか。ちょっと待って。
あるある、うん。スタークラッシュないとここダメなんですよ。この面はスタークラッシュがないとクリアできない面ですから。はい、じゃこのね、クリスタルのこの地帯が難しいですよね。スタークラッシュがないと当たったら落ちるんですよね。落ちてしまうんで。あ、これ選んで取れるやつやな。いらない、1アップがいい感じしてくれ。はい、いらない。うん、まあ1アップでいいや。はい、まあ本当なら1アップよりいい感の方がね本当は大事なんですけど、今回はあのノーコンティニューでどこまでいけるか挑戦なんで、残機の方が大事になってきます。ここもこれで、あ、そうだ、こいつ倒すからのがいいな。よし、ベスタークラッシュね。シールドタッカーやな。ああ、そうか。硬いだ、このシールドタッカー。硬いな。あ、いい感取れるやん。あ、ここでダメージ食らった。ここミステリー感取れるんじゃなかったっけ、この面、確か。この上にあるんですよね、確か。残機6機あるね。ミステリー感ありますね。ミステリー感というのは武器エネルギーもね、体力も全部回復してくれるアイテムなんです。1個しかないんです。1個しか取れないんですけどね。保存、1個しか保存できないんですけど。で、ここでね、パネル取れるんで気をつけなきゃいけないんですよね。取れるように。あー、取れなかった！しまった！もう一回来ないかんやん、じゃあ。そっか、忘れた。場所、あそこにあるってこと忘れた。これ戻れないですから、もう一回来なきゃいけないんですよね、僕クリアしてから。はい。この体力じゃ勝てないなぁ。一気死んだ方がいいかな。いい感使うのももったいないもんね。いい感何個ある？ 2 個か。じゃ死んだ方がいいかまだ。うん、こいつは強いんでね。ジャイロアタック。はい。これは弱点ですね。こいつ結構強いんですよね。強い方ですよ、この8大ボスの中では。かなり強い方ですよ。よし、倒した。はい。もう一回来ないといけないな、ここ。パネル取らなきゃいけないんで。もう一回行きます。パネル取れなかったんでもう一回行かなきゃいけないんですよ。パネルがある位置を覚えてなかったからな。
あ、危ね。ちょっと危なかったな。あれで落ちてやられる時ありますからね。1アップでいいや、はい。何機ある？ 6 機か。この面ね、クリスタルマンステージね、2番目に難しい面って言ってて、どこが難しいんだと思うかもしれないですけど、これあるんですよね。スタークラッシュが なかったこと考えたらね、難しいです。めっちゃ難しいです。ここですね。あ、またか。でももう一回でもいかん取れるんでね、その代わりね。ご褒美みたいな感じで、まあ、もう一回来てくれたご褒美で。ミステリー缶ももう取れないですけどね。ミステリー缶は1個しか持てないんで。また1アップ出た。そしてここですね。ここも左寄りにいないといけ取れない。よし、取れた。よかった。これで OK です。しまった。これでもうボス倒してるんで、そのままクリアになります。はいはい。じゃあね、その次難しいのはウェーブマンかな。ウェーブマンはチャージキックはないといかんから、先こっち行かなあかんってことやね。はい、ここは面もそんな難しくないんですけど、ボスが一番強いんですよね。8大ボスの中でこのチャージマン一番強いんで。音楽いいですね。この面はね、そんな難しくないんで。優しい方ですからね。ロックマン5はあれですよね、ロックマンシリーズの中でも3の次ぐらいに優しいっていうかね、3が一番優しいですけど、それでも前回2年前はね、ノーコンテニュークリアできなかったですからね、失敗しましたからね。また1着出た。ジャンキーすごいことになってる。7系ぐらいになってるでしょ。これ簡単に取れるんですよ、ここパネルは。そこの針当たったら死にますからね、意味ないですけどね。あんなとこ行く人いないでしょ。
あ、こいつね。はい、もうボスですね。チャージアタックは、これストーン、パワーストーンですね。チャージマンの弱点は。こいつが一番強いんですよね。8体ボスの中でね。個人的には一番強いと思ってるんですけど。弱点武器持ってても負けるときありますからね。ちょっとこうパターンが悪いときは。ほらほら、こういうね、急に来るから。うわ、やば。ちょっとやばい。今回やばくない？これ結構。いい感があるから、まあ、いざとなったらいい感使いますけど。しかも、この武器もなかなか命中率悪いしな。よし、倒せた。チャージキック、はい、はい、で次、じゃあウェーブ満面ステージ行きましょうか。ここもまあまあですね。まあまあ難しいとかね。まあまあ難しいですね。うん、音楽いいですね。そうか、食らってた。あ、しまった。もろ食らってるやん。はい、1アップが取れると。何機あんの今。9機ですよ。もう最大ですよ。もうゲームオーバーになる余地がなさそうな気がするけど。あ、めっちゃ食らってるやん。それでもまあ前回はね、ノーコンテニュークリアできなかったわけですからね。さあさあ、こっから先はちょっと難しいんですね。はい。あら、え、そこでやられるとは思わなかったな。ここでやられる予定じゃなかったんですよ。今のところは難しいわけじゃないんですよ。あの先が難しいとこなんですよ。まあ、残機9機あるからいいけど、9機とあと8機あるから。タイミング合わないな、これ。どっちか食らうしかないな、これ。タイミング的に。下行ってみるか。下っていうか。あ、しまった。難しいな。さっきの今のとこでやられたの初めてですよ。この上のところで針に当たってやられたの。ここがこうやっていくんですよね。ちょっとジャンプしすぎたんですね、さっきのね。この先の方が難しいんですよ。そう、ここは、このね、これに乗ってからの方が難しいんですよね。これが結構むずいんですよ。この体力じゃちょっと厳しいかもしれない。この立ち位置だってちょうどいいんですよ。ここ今立ってるとこぐらいが一番、ああ、もうやられた。でもここパネル出るからな、うまいこと取らないとまたここに来なきゃいけなくなるから。パネル出るんですよ、ここ。で、中ボスですね。こいつがなかなか強いんですよね。うわ、やっぱやられた。
ちゃってた。もう死んだ分取り戻しましたね、今まで。なんか取ったな、今。1アップか、今の。よし、倒した。ここはちょっと気をつけなきゃね。パネル出てくるんで、取り逃しますから。出た。よし、取れた。よかった、よかった。ちょっと、こうやった。シラッキー。もうボスですね。もう1アップ出た。何機も狂気やねん。チャージキックですね。あれ？あ、ちょっと待って。あれ？あ、間違えて、ジャイロアタックやってた。チャージキック、これやん。すごく間違えてた。ちょっとやっぱりやられんな、これ。今のちょっと調子狂ったわ。間違えたわ。武器の装備も間違えてましたからね。普通のスライディングしてたもんな。いつもね、八大ボスの中では強い方なんで。危なかったな。あと1ステージですね。ナパームマン。もうまあまあ難しいですね。ここはもうスタート地点からいきなり難しいんで。この虎がね、虎のこの、こいつ強いんですよね。すぐ倒さないと。よし、もう食らった。また1アップ出たやん。死んだ分取り戻してるやん、毎回。5はね、1アップが出やすいから、まだ難易度低いって言われてるんですけど、こいつもね、当たったら一発はやられるんだよね、これ。針ですから。で、ここでいい感取れるんですよ。こっちや。あれ？あ、そっか、そっか、乗らんでもいいのか。そのまま行きゃいいのか。フラッシュコイル使わんでよかったり。ちょっと待って、これ落ちてくんねんな、これ。
とりあえずなんか、あ、これ選べるやつや。いかんかし、1アップいらないな。1アップも空気あるから、いかんやな。いかん出た。はい。いかん何個 ?5 個か。こいつ強いんですよね。強いんですよ結構ね。でこれ取れるんですよねこれね、はい、また1アップあるやん、うん、これ以上増えないですからね。これが出るんですよね。そう、これ最後のところね、出るんですよね、これね、はい。ここ出ないんですよね、最後だけね。はい。さあ、これはクリスタルアイが効きます。これでも一応普通のロックマスターでも十分倒せるボスですけど。どこ行っとんねん。あ、しまった。はい、とりあえず8体ボスこれで全部倒しましたね。はい、これで8大ボス全部倒したんで、この続きはあとブルースステージとワイリーステージですけど、また次回やりたいと思います。はい、ちょっと一旦切りますね。昨日撮影とか撮れなかった部分をやりたいと思います。はい、昨日中途半端のとこから始まってますから。はい、はい、ロールちゃん5ね。はい、昨日はストーンマンと、スターマンとね、グラビティマンのところが取れてなかったんで、そこをやりたいと思います。その3つだけやって終わります。あとはもうクリアしてるんで、昨日ね。はい。じゃあ、ストーンマンからいきます。スターマンからやってもいいですけどね。いつもだいたいストーンマンステージから始めるんですけど、スターマンからやってみましょうか。うん。これも普通にロックバスターというか、ロールバスターで倒せるボスなんで、一応初対ボスのリーダーなんですけどね。はい、まあ、この面もそんな難しくないですよね。そこまで難しくないんですけど、まだまあストーンマンステージの方がまだちょっと難しいかなっていうぐらいの。あ、ここの方がちょっと難しいか、ストーンマンより。この針のとこがあるから、針の地帯があるから。そうそう、これね、宇宙なんでね、ジャンプ力高いんですよね。そう、ここいい感じ、確か取れるんだったな、どっかで。取れなかったっけ。そう、ここはちょっと難しいんですよね、ここの部分が。で、ここパネル取れるんです。はい、ここはちょっと怖いところあるんで、ここはちょっと怖いんですよね。やられるんで、あれ、針当たったり一発で。ここだけちょっと難関ですけど、あとはなんとかなります。
だからまあストーンマンの方がよりここの方が前ちょっと難しいと思います。今のここがあるから。こいつも結構強いしな。中ボスですけど、はい。なんか知らんけど、こいつ当てづらいんですよね、なんか。ここ出てきますからね、これが。たまにね、この、こいつにね、落とされて、この弾に落とされてね、下に落ちてやられるときあるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよね。こういった方がいいんですよね、だからね、こうやって。うん、もうボスですね。はい、でこれでもうスターマン、ボスですね。さあ、スターマンはまあね、ロールバストで十分倒せるんでね。こいつ確か弱点ウォーターやったよな。ウォーターというかウェーブやったよね。ウォーターウェーブで戦う方が難しいと思うんですよね。あ、結構今回意地悪なパターンできたな。昨日やった時ノーダメージで倒せたんですけど、フェイントがちょっと多めに来てましたね。フェイントが多めに来る時はちょっとね、ダメージ食らってしまう時は結構あるんです。はい。今のちょっと当たってたけどね。そう、このね、スターはね、当たり判定甘いんですよね。ちょっと当たってるけど当たってないことになって。はい、倒しました。ちょっと残念ながらノーダメージっていうわけにはいかなかったですね。ちょっと最初だけ食らっちゃいました。ちょっとね、多めのフェイントが来ちゃったから、やられちゃいましたね。まあ、これ回転してるだけですもんね、これね。ロックマン3とロックマン4のこのボスゲット画面の方が好きですね。はい。で、次はじゃあストーンマン行きましょうか。まあ、グラビティ、ストーンマン最後でもいい。まあ、ロックバスター倒せるからだ、これどっちもね、これ。まあ、次こっち行こうか。昨日の逆の順番でじゃあやってみましょう。はい。昨日はストーン、グラビティ、じゃあストーン、スター、グラビティの順番にやったんかな。うん。まあまあ、3ステージともそんな難しくないんで。ここはまあ重力の面で反対になったりするんですね。ただそれだけのことでね、そんな難しくないですからね。ここはね、こうやって取るんですよね。はい、これあのスライディングは逆になるんですよね。上を押しながら A ボタンになるんですよね。逆になるんですよね。これ当たっても大丈夫なんですよね、ここは。で戻るんですね。いらないな、これ。取らなくてもいいな。もう取らなくていいな。ダメージ受けてないですからね。1アップが出ました。また出てきますからね。はい。はい、ここジャンプしなきゃいけないですよね、こうやって思いっきり。はい。で、ここもパネル取るには、こうやってやらないと取れないと。これ一番簡単じゃないですからね。簡単じゃないですかね。ステージもボスも弱いし、ステージも一番簡単ですし、うん、このゲームの8大ステージで一番簡単だと思いますよ。
個人的には。はい。怖いとこ一つもないもんな。ここぐらいですかね、怖いの。ここ知らなかったら落ちて死ぬ人もいると思いますね。うん。あそこは、まあ、初見頃しかなと思います。もう昔初めてやった頃は死んだ覚えありますから。あとボスですね。ほぼなんか、ノーダメージに近い状態で、ここまで来ましたけど。はい。こいつも弱いんで、全然そんな強くないですから。でもこのボスってね、確かね、アイシールドのね、漫画描いた人がボスキャラ募集で子供の頃に描かれたボスだったと思います、確か。はい、ノーダメージですね。はい。ここはもう一番簡単ですよね。ユーゴットグラビティホールド。はい。で、あとストーマーステージやったらとりあえず6万ロールちゃん5は終わりですね。あとまあ機能倒してるんでね。ほんまそんな難しくないですからね。大体ほとんどでさ、この面一番最初に選ぶ人多いじゃないかなと思いますけど、僕はでもグラビティマンの方が弱い気しますね、ストーンマンよりね。ストーンマンの方がね、ちょっとダメージ受けますもんね、ある程度やっぱりね、戦うのにね。面もまあここは、まあそんなに難しくはないですけど、グラビティよりはちょっと難しいかなとは思います、ここの方が。ここ隠しがありますね。じゃあここにパネルがあるんですね。これ初見の人じゃ分かんないよ、このパネルは。絶対分からんと思う、初めてやる人は。ここ確か、隠しがあったんじゃなかった、ここ。違ったっけ？ここじゃなかったっけ？ここじゃないか。この敵ちょっとめんどくさいよね。命中率悪いんですよね、なんか知らんけどな。これ当たらん時あるんですよね、なんか不思議と。そうそう、これね、このラッシュコイル使いにくいんですよね。5のラッシュコイルってつって自分がこう乗ったら向こうがジャンプしてくれるから、こっちがジャンプボタン押さなきゃいけないから、結局ちょっと使いづらいんですよ。前の方がね、3と4の時のラッシュコイルの方が使いやすかったんですよね、正直。はい、ここ遺憾あるんですけど、取るの難しいんですよね、これ。
やっぱできなかった。スーパーアローで乗るか。これ乗った方がいいな。あんまり意味なかったな。あんまり意味なかったね、今ね。これね、すげえ難しいんですよ、これ撮るの。やっぱ無理やな。昔は簡単に撮れたんですけどね。今は多分、実力的にちょっと下手になってるから無理なんかな。そこまで無理して撮ることもないですけどね。だってここの面クリアしたら終わりなわけ。これすり抜けるんですよ。怖いんですよ、それが。あれで死ぬ時ありますから。このゲームのね、ラッシュコイルね、仕様が悪いんですよ。仕様が悪いっていうかね、よくないんですよね。まあ、ここクリアしたら終わりですから、もう取る必要ないですね。無理して。はい、継続してやるわけじゃないんで。まあ、いや、これでいいや。クリアしたら終わりなんで。このゲームのラッシュコイルは、ね、ほんとね、すり抜けるから怖いんですよね。すり抜けて、その穴の近くで使った時はすり抜けて落ちるから、それが怖いんですよね。非常に使いづらい。多分ファンの方からもね、不評だと思いますよ、あのラッシュコイルは。3と4のラッシュコイルの方が絶対使いやすい。ストーンマンですね。これ弱点が確かナパームボムでしたよね。ナパームボムを使って倒すときは結構気持ちいいんですけどね。こう爆弾系なんで。なんとなくなんかハードマンに動きがちょっと似てるところもありますね。イメージ的にもね、なんかゴーレムって感じがしますよね。はい、ノーダメージで倒せましたね。はい。これで、とりあえず、ロッカマン5の8大ボスステージ挑戦としては、昨日ね、録画した分はこれで終わりですね。はい。録画できなかった分ですね。はい。終わりで。はい。じゃあ、今日はロールちゃん5終わります。次回の続きですね。ブルースステージとワイリーステージをまた次回にね、やりたいと思います。はい。ノーコンクリア挑戦の続きですね。今回は、ラストスパートステージになりますね。はい、パスワード。ちょっとね、クイックセーブの仕方がわからないんで、パスワードでの再開になってしまうのが非常に残念なんですけど、本当はね、ぶっ通しでプレイした方が得なんですよ。その今まで手に入れた E 感ゼロになっちゃうし、パスワードで再開すると。残機もゼロ、ね、ゼロじゃないわ。残機は3機。まあ、2機の状態になっちゃうんですよ。まあ、3機ですけど、合計ね。それがちょっと残念でしょうがないんですよ。今までね、獲得したね、残機もね、3機に減ってしまうんで、それがちょっとほんと残念なんですよね。だからもうぶっ通しでプレイした方がこのゲームはお得ってことですよね。だからクイックセーブができれば、クイックセーブすればね、そのままね、その獲得したアイテムとか、残機とかっていうのは残る状態でプレイできるんですけど、そこがね、やっぱね、はい、これが最強のデータです。あれ間違ってる。え、あ、逆やった。こっちが赤やで、こっちが青、これが青か。青。はい。はい。さあ、ブルースステージになりますけど。まあ、偽物ですけどね。偽物のブルースなんですけど。
さあ、いけるかどうか。まあね、2年前のね、ノーコンクリア挑戦の時は、このブルースステージでゲームオーバーになってしまったんで、今回はどうかなって感じですね。はい、そうなんですよね。いい感じゼロになるし、ミステリー感もゼロになるし、ウロールちゃんもね、2期に戻っちゃうんですよね。非常にそれが残念なんですよ。はい、これがね、前回の8大ボスステージクリアした時のデータなんですけど、残機9機もあったんですよ。で、ミステリー缶1個あって、E 缶5個もあったんですよ。この状態で、このブルースステージスタートできれば一番理想的だったんですけど、パスワードで再開してしまうとこの状態になってしまうんで、それが非常に残念ですね。だから、一応ね、ちょっとここで言わせていただきますけど、最悪、このね、残り2機ですけどね、ゲームオーバーになった場合は一応保険としてですね、これ、この9機あったっていうことなんで、一応コンティニューをね、使わせてもらって、残り6機は使わせてもらえるということにさせていただきます。はい。まあ、E 缶はしょうがないです。もう E 缶はなくなってるから獲得しようがないんでね、ミステリー缶もそうですけどね。はい。だから、残機に関しては、もし、この3機がゲームオーバーになっちゃった場合は、これ、残り、あと6機ね、コンテニューあと2回分ってことですかね。使わせていただくということにさせていただきます。はい。いや、それぐらいね、ブルースステージ結構難しいんで、ブルースステージとワイリーステージ含めてね。だから死ぬ間のゲームオーバーになる可能性ありますから。それで、まあ、9機全部使い切ってゲームオーバーになった場合は、ノーコンティニュー挑戦失敗という形にさせていただいて、だから、あと2回コンティニュー使えるってことですね。はい。ということにさせていただきます。まあ、ノーコン挑戦とか言いながらも、ちょっとこれ、話が違うじゃないかと思うかもしれませんけど、一応ね、この続きとして考えさせていただきたいと思うので、はい。せっかく9期もね、お金ちゃうわ。残機稼いでるんで、はい。そうさせていただきたいと思います。まあ、なるべくなら、この残り3機でね、クリアできたら一番理想的ですけど、一番それがかっこいいんですけどね。ロックマン6の場合はそれ成功してるんで、ロックマン6はね、昨日やった時はね、それ成功したんですよ。かっこよくクリアできたんで、今日もそれでできればいいんですけど。いや、難しいんでね。あ、これ消せるんや、この敵。今のやつ。知らなかった。こいつ、消せるんですね、今。あ、消えてないか。あれ、さっきなんか消えたね。なんか。消えたけどな、今。これ、本当はこの最初の場面難しいんですよ、これ。この虎がね、虎をこう無視してね、進んでったらね、虎にもう 連発で襲われてやられるってことありますから。ここ本当は難しいとこなんですよ。今のところね、一発、まあ一発ダメージ食らってますけど。これ、ザイロアタックで壊せます。コントロールできるんですよ、ザイロアタックってね。これはまあ普通にジャンプでいけるよな、これ。届かなかったっけ？まあ、いけるよね。で、ラッシュコイルだね、これは。うん。あ、これでいいや、これで。スーパーアロー。これでいいや。これでこうやっていけるんで、はい。まあ、この最初のこの面ですら、まあまあ難しいですからね。はい。まあまあむずいんですよ。あー、今取っちゃったやん。もったいないことしたな。普通に取っちゃった今。あ、しまった。完全に空襲ですね、これね。あ、出た。コイルの方がいいかな。
残りやっぱね、3期っていうのは心細いですよね。やっぱ9期ある方がね、あ、やばい、しまったー。こういうことがあるんですよね。死んだな、これ。助けようがないもんな、これ。しまったなー。こういうことがあるからね。もう最初のこの面で死んでたらこれな、絶望的ですよ、これ。まあ、今のところもね、なるべくなら、ほんと、ラストコイルで行った方がいいんでしょうけど、あそこのギリジャンはね、まだなんとかなるギリジャンだからよかったんですよね。今のはボンミスに近い感じですよね。そうか、ちょっとな、忘れてたよな。やっぱね、記憶っていうのもありますからね。あそこでね、落ちて死ぬっていうか、スーパーアローでね、あー、しまった！そう、こういうこともあるんですよ。あかん、今回ちょっと無理かもしんないな、クリア。ノーコンクリアは。まあ、一応残機9機使えるけど、できればこのかっこいい感じでね、3機でね、この3機で、本当はクリアしたいっていう気持ちはあるんですよね。で、これね、やられるごとにね、武器エネルギーをその分使うっていうことでね、積む可能性あるんでね、どっかで。あ、そうか、もうこれ取ってるから取れないわけですからね。一回取った武器エネルギーとかは。こう一つ少し出たこの武器エネルギーを本当大事にしなきゃいけないんですよ、こうやって取って。これスーパーアローなくなったらもう積んじゃいますからね。積みますからね。これもうちょっと上やったんやな。こうやね。あー、しまった！やばいな、これ。これ最後の残機ですよ、これ。やばいなぁ。自信なくなってきたな。こんなやられたら自信なくなるわ。いや、でも今のところでね、死ぬことってあんまり今までなかったんですけどね、久しぶりだからですよ。まあ、久しぶりでも2年ぶりやけどね、前もこの面やってるから、2年ぶりでも結構久しぶりですから。どうしようかな、これ。やっぱスーパーアローやな。死ぬごとにね、これスーパーアローをね、あそこで使うから、どうしても。でも、武器エネルギー取るとこないし、これはちょっとね、無理かもしんないな、今回。保険使わなきゃいけなくなるかもしんないです。保険の、そのコンテニューね。保険のコンテニューあと2回使えるってことなんで、それでのね、ノーコンテニュークリアというのは、かっこ悪い形になりますよね。やっぱ難しいね。5も難しいっすね、やっぱり。ほんと、子供の頃はね、ノーコンテニュークリアなんて簡単にできたんですけど、こんな必死じゃなかったんですよ。怖いね、これ。どうやってやってたっけ、これ。この辺くらいからにするか。これ乗るのが間に合わないもんね、これ。あ、やばいやん、ゲームオーバーですよ。マジか。これはね、コンテニュー使いますけど、保険ってことに、まだね、セーフということにさせていただきたいと思います。まだセーフですよ、皆さん。コンテニュー使ってないことにさせてくださいよ。コンテンツ使ってないですからね。保険ですか、本件。
いや、かっこ悪いですけどね。本当ならね、最初の残機3機でね、クリアするのが一番かっこよかったんですけど。やっぱりね、久しぶりだからどうしようもないな。しかも腕が衰えてるんで、昔と比べたら。これ全部回復はしてるんですよね。保険ってことなんで、あと2回使えますから。コンティニュー。あと2回、あと1回か。あと1回使えるんでね。そういうことにさせてください。皆さん。そこはね、多めに見てください。昔ほど、うまくないですから。子供の頃の方がね、うまかったんですよね、もうちょっとね。でも、あんなところでね、つまずくとは思わなかったな。そんなに昔行ってたんですよ、こんなところぐらい。そんだけ腕が落ちてるってことですね。スーパーローで行くのがこんなに怖かったっけみたいな。そうか、よう考えたら、これで行きゃよかったんや、ラッシュジェットで。スーパーローで行かなきゃいかんこともないねんな。しまったな。その選択ミスもあるね。わざわざスーパーローで行く必要もないんですよ。もうラッシュジェットでもよかったんですよね。しまったな、失敗やな。これの方がいいですよ、やっぱり。ちょっとスーパーローで行くのは危険ですよ。こうやって行けるんでね。しまったなぁ。バカやな、俺。ほんとバカやな。ラッシュジェットあるの忘れてた。スーパーローにこだわりすぎた。一応ね、まだセーフはセーフですから、コンティニュー使ってないですからね、皆さんね。使ってないですよ、皆さん、コンティニュー。まだ残機にいっぱい残ってたっていうことですからね。そういう風にしといてください。はい。これはね、パスワードで始めると残機が2機に戻ってしまうシステムが問題っていうかね、そっちが悪いんですよ。その方が悪いんですよ。普通は、続きから やらせてくれないとダメなんですよ。ちょっとやばいって。ちょっと待って、これ確か逃げれたよな。逃げれなかったっけ、これで。そうそう、これすり抜けんですよ、このラッシュコイルね。だから使いにくいんですよね。まあ半分からですけど。やっぱりむずいな、もうここで4機死んでるもんな。これでこうやって逃げることはできるんですよね。はい。戦いを避けるというか。こいつ強いから。そうでもせんとね、勝てないですよ、あれ。で、これは普通に行くしかないんですよね。ここはまだいいんですよ。よし、行きました。で、ここ。ここね、前はね、ここの針のところにラッシュコイル乗せて行ってたんですけど、ラッシュコイルすり抜けるんで、この5のやつはね。それで死ぬ可能性あるんでね、ラッシュジェットで行きます、ここは。あれ、ちょっと待って。あ、枠そうか。そう、これに乗っていくって感じですね。はい。ちょっと下やなぁ。あ、上すぎる、これは。これは下すぎる。なかなかうまくいかんね、これ。いい高さにならないんですよ。これぐらい。あー、届かない。そうか、難しいな。あー、あかん。くそ、むずい。ちょっと待ってよ。あれ？むずいなぁ。あかんなぁ。よし、いけた。結構使ったね、無駄に。あ、でもそんな減ってないか。ラッシュコイルよりもこのアローの方がいいか。いや、最初のところアローでこだわらんで、ジェットで行きゃよかったな。しまったな。選択ミスやな、完全に。アイテム選択ミスってやつやな、これ。そうしたらゲームがなることなかったのにね。
気持ち的にノーコンティニュークリア失敗してますからね。一応セーフということにしてますけど、してもらいたいですけどね。はい、ボスですね。こいつはね、これです。ウォーターウェーブですね。はい。これね、いい感がないんでね、一発勝負なんですよ。これもう失敗したらもうこの時点で積んでしまうんで、今ゲームはなりかねないんで。このね、弱点武器なくなってしまったら、よし、倒せました。よかった。これもし負けてしまったら、もう、次の戦いは勝てなくなるんで、ロックバスターになるとね。その時点でもう、またゲームはなってしまうんで。ゲームはというか、もう積んでしまうと、もうゲームはなるしかない、なるからね。やっぱブルースステージ難しいっすね。全然、6と全然違うな。こっちの方がむずいっすね、やっぱり。ロックマン2の方がまだ優しいですよね。ほんと、正直なところ。5の方が難しいと思いますよ。うん。あ、ミステリー感がある。そうか、これ取った方がいいね。ミステリー感って1個しか取れないんですけどね。はい。これコイルで取りますね。ミステリー缶はね、もうワイリーのね、戦いの時に使うんだよね、大体。いつも。いや、まだね、これ、難関まだありますからね。ラッシュコイル本当使いにくいねんな。それ抜けるときあるから。これはどうしようかな。ウォーターウェーブよりコイルの方がいいな。ウォーターウェーブはね、もう使わないもんな、あんまり。出てくれんね、武器エネルギーが。こういうのが大事やな。音楽はいいですよね。神曲ですよね。ああ、そうか、ここがあったな。ここ難しいんですよ。前の時ここでゲームになったんですよね、覚えてますけど。そうそう、ここ難しいんですよね。ここでゲームはなったんでね、昔やったとき。ここね、針が上にあるしね、この敵がいるしね。そう、こいつはおるし。しかもで、足というかね、危ね。今ちょっと危なかった。ここ難しいんですよ。うやばい危ね。うわ、マジか。落ちなかったけど、体力なくなってやられた。これ最後の残機ですね。やっぱむずいな、5は。これで死んだら次のコンテンツ使えるけど、そのコンテンツなくなったらゲームオーバーで、ほんと、このコンテンツ挑戦失敗になりますから。残りだから、実質4機しかないってことですよ。1アップ全然出ないね、しかも。今のところあれかな、あれ使った方がいいのかな、グラビティホールド。さっきのところね、そうそう、これね、こいつ残したらね、こうなるんですよね、積むんですよ。一匹でもね、残さない方がいいんですよね。確実に倒さないといけない。ここ、さあ、ここですね。ここ、グラビティホールド使うかな。でも、次の面でグラビティホールド使うとかあるんですよ。なんか、バリア的なやつ使うか。スタークラッシュ。これにしようか。で、こいつが来た時に、これでこうやって、あ、
1アップ出た、ロッキー。この方がいいですね。こうすれば、これでね、倒せるんで。よし、これいい方法でしたね。でもこれまだあるんですよね。YD ステージにも確かね、同じような難関が確かあったんですよ、もう一個。よく似た難関がね。前回の時は、ここでゲームはなったんですよね、さっきのシーンで。まあ普通ならね、ロックマンシリーズって基本どのゲームも難しいんでね、一般の人から見れば、ノーコンティニューでクリアすること自体がすごいことじゃないかっていうか、無謀じゃないかと思われがちなんでしょうけど、もう僕にとってはやり込んでるゲームなんで、ノーコンティニュークリアぐらいの挑戦でね、するぐらいの実力が出てきてるっていうのはあるんですけど、これはどうしようかな。スタークラッシュやな。スタークラッシュまだ使うとこあるんでね。いい感がまだ一つもないっていうのがちょっと不安ですね。スタークラッシュにしとくか。いやもうね、本当ね、武器の武器一個一個大事にしていかないとね、いけないんですよ。あ、いい感があるやん。だからここのいい感取るの気をつけないとね、針に当たったら死ぬんだよ、これ。怖いんですよ。そうそう。あれで死んだことあるんで、何回か。ああ、1アップあんなとこで出たか、おい。落ちるなよ、1アップ、おい。貴重なんですから、1アップは。ほんと。あ、ここに1アップは取らないかんな。助かった。もうだいぶ助かった。ほんと。これで残機残り5機ってことになりますね。あの、コンテンツを含めての話ですけど。お、よかった。ラッキーや、今のは。これ6機になりましたね。よし。これはどうしようかな。スーパーローンかコイル。これも取っといた方がいいな。ジャイロアタックはね、あの、ボスラッシュでね、クリスタルマンと戦うときに使うんで。スタークラッシュ。これそうか。ております。今のところ皆さんね、ノーコンテンツ挑戦にまだ失敗してませんからね。やばい。そっか、ここむずいんですよね。これでもあれやな。これね、なかなか難しいんですよね、これ。難しいんですよ、これ。パターン的にね。やっぱりしょうがない、これはもう無視するしかない。敵が強いですよ、こいつら。よし、体力少ないな。ここは確かあれですよね、こいつやんね。うん、こいつは、うん、こいつはそんな強くないんですよ。はい、あとから近づいてくるだけなんで、こうやって。あ、しまった。そう、めっちゃ早い時あるんですよね、たまに。めっちゃっていうか、ちょっとね、ダッシュが早い時あって、よく。こいつはね、ダークマンの中で一番弱いですね。これダークマン4体いるんですけど、その中で一番弱くて、最初さっき戦ったダークマンが一番強いんですよね。やばい、でもやばいな。体力めっちゃ減るんですよね、これ。危なかった、ちょっと。
これ、ボルソステージ1のダークマンが一番強いんです。さっきのウォーターで倒したやつね。あれが一番強いですね。はい。ちっちゃいのな。うち結構強いんだよな、この敵。よし、1アップ出た、ラッキージェットにしとくか。回復は取った方がいいな。あー、意味ない。ダメージ食らってたら意味ないや。まあ回復してるけど、ああ、しまった。もったいな。あれもちょっとでもね、あれはね、もったいないんですよね。はい。ここはあれか。グラビティホールドで、まだか、まだやな。あ、1アップ出た。まあ、こんだけ残機あればちょっと安心感あるんですけど。いや、でも最初のステージやられたの痛いな、あれ。これはコイルにするか。あれ？え？なくなってるやん。間違えて取っちゃった。普通に取っちゃったか。あ、ここはあれですね。両方取ろうと思ったら取れるんですけど、これな、難しいですね。あー、やばい、ちょっと待って、やっぱりな、死ぬと思ったわ。これ両方取るのね、欲張ると結構こうなるんですよね。これもう一回取れるんやったっけ。いや、一回取ったのはもう取れないよな。これ、ラッシュジェットのがいいな。コイルだとね。あ、しまった。うわ、マジか。意味ないやん、こんな死んでたら。コイルのがいいのか、やっぱり。設置したとか良くなかったな、今な、コイルを。よし、これで。危ねえ。危なかった。やばいやばい。これ。あかん。やっと。かきついな、おい。二機も死んじゃったな、しょうもないとこで。やばいやばい。こいつめっちゃ減るんですよ。やばいやばい、ちょっと待って。これ倒した方がいいんやったな、ここのやつは。
危ね、危なかった。あれ一発で振り踏まれたら死んでましたからね、今の。そう、こいつがおるから、今のところね、厨房倒さなきゃいけなかったんですよ。いや、結局結構ボロボロですね。結構死んでますからね。まだね、セーフとはいえボロボロですよね。しまった、これは。そうか、これあれやったんです。パワーストーンで倒すんやったな。これで。これ倒すんですよ。結構硬いんですよね。D 感は取れるんですけど。皆さん、今のところは成功ですからね。成功というか、まだ失敗してませんからね。まだこのノーコンティニュー挑戦は失敗してないですから。ここはグラビティホールドがあった方が、おっと、これ取るか。これでしょ。ここグラビティホールドでね、まあ、もったいないけど、グラビティホールド、使うか。こいつが出てくるから。はい、はい、ブックバスターでこれ倒すってなるのはちょっとね、はい、ちょっともったいなかったけどしょうがないな。でここボスが出てくるんで、ここはねビートで倒すんですよね。さあ、こいつはビートでね、あれすれば勝手に倒してくれるんで、はい、ビートに全部任せときゃいいんですよ。勝手に倒してくれるんで、非常にありがたいですね。で、ここがブルースステージ最後ですね。ここも結構、まあまあ難しいですね。ここはちょっと、間違うと、一つ間違うと死んでしまうんで。はい。はい、ここで。はい。まあ、ここの面短いんですけど、その代わり。これね、こうなんですよね。ここで、潰されたらやられんで、これ。やられますからね。はい。これで終わりです。あとボスですね。ここのボスも、まあ、これブルースなんですけど、偽物なんですね。笛の音が違いますもんね。いや、本物出てきますからね。一発であんな減るんですよ。はい。で、本物のブルースが、ライフ回復してくれて、エルカンなんて初めて見たけど、こいつね。一応パターンあるんですけど、この弾を撃ってくるパターンが鬱陶しいんですよ。結構今回バカパターンでよかった。鬱陶しい時あるんですよね。弾撃ってくるパターンが何回もやってくる時はね、結構ね、厄介なんですけど。割とバカパターンでよかったです。これでブルースステージは終わりですね。まあ、正確にはダークマンステージって言った方がいいですよね。ダークマンですから、4体のダークマンの面だったんでね。はい。で、これでワイリーステージに入ります。いや、結構死にましたね。6機か、6機ぐらい死んでますよね。ブルースステージだけで。だからもう普通に考えたら、もともと
最初の3期で役割は無理だったってことですね、今回は。一応まだセーフですから、皆さんね。さあ、ここもね、難所ありますからね。はい。ここも難所まだありますからね。いい感があって、あ、いきなり取れるのがラッキーですね。これで、この残機残りね、4機が全部死んでゲームオーバーになって、その次のコンテニューがなくなったら、コンテニュー、ノーコンテニュー挑戦失敗っていう形なんで、だから実質だと今のところは8機、あと8機使えるってことですね。はい。そういうことにしてください、皆さんね。久しぶりなんで、久しぶりにやるんでね。ここね、前の方に行かないとね、死ぬんですよ。ここに落ちてね。それを知ってないとダメなんですよ。もう初見の人はやられるでしょうね、あれね。音楽神曲ですね。ちょっとバラード調の曲になってますけど。もうなるべくならもうね、もう、このね、コンティニューでクリアしたいとこですね。本当に。もう一回コンティニューってなってくるともうなんかボロボロになってくるんでね。まだセーフとはいえ。本当は最初の残機3機でね、クリアしたかったとこですけど、もうそれは失敗しちゃったから、もうそれはしょうがないと。これ、それの件ですよ。これ意味わからないですよ、このラッシュコイル。だからね、無駄に使っちゃうから、武器エネルギーを。ここちょっと怖いんですよ、上に針があるから。ちょっとだけ怖いんです。はい、音楽いいっすね。すごいですね。はいはい。さあ、ここもちょっと難所なんですよね。ここね、結構難しいとこで。そう、これね。やばい、危なかった、今。ここね、上の方がいいんですよ。あ、ちょっと待って。一回戻ろう。そうか、ここスーパーアローで行くんやった。すごい、今最初スーパーアロー装備しようとしたけどね。これ確かスーパーアロー使ったよなと思いながらね。あ、消されたやん、今。スーパーアロー。あ、やばい。ちょっと待って。スーパーアローの使い方下手になってる、昔より。ここで使うか、危ないから。あかん。乗るタイミングが前よりむずなってるやん、これ。やっといけた。はい。で、ここでね、こうやって行くんですよ。はい。ちょっと危なかったな、今。下手したら死ぬとこやったな。ちょっとスーパーアローもだいぶ使っちゃったし。これね、ここの前のところをね、踏み潰されてやられるんで、これ気をつけなきゃ。スーパーアローどれぐらい残ってる？うわ、なくなってるやん。やばいな。スーパーアローね、一応ね、ワイリーの戦いで使うんで、回復させとかなきゃいけないですね。最後、ラスボスのワイリー戦でね、スーパーアロー使うんでね。それまでに、回復させとかないとやばい。これ、ダストマンステージに似てますよね。この展開。ダストマンステージもこれあったんでね。あれと同じですよね。はい。はい、これ、ギリギリなんですよ。はい。あー、どこ行っとんねん、おい。無視や無視。あ、回復出た。
回復とかあの武器エネルギーのやつ、これ絶対これやん。よし。ああ、落ちたな。あ、出た出た、でかいの出た。スーパーローはね、最後のワイリントに使うんで。で、ここは、もうボスですね。こいつはもうこの体力やったらどうかな、微妙やね。そう、だるま落としみたいなやつですね。はい、こうやって。で、ここで、これ、クリスタルアイ使って。よし。これ2回当てれるのは運がいいんですよ。なかなかあれ2回当てられないんで。で、これで。あ、しまった。そうそう、こうやって落とされるときあるんですよね。上から落ちてくるときに。これも、ああ、そうそう。そう、やっぱ2回当てるのむずいんですよね。やっぱ無理かな。それな。こういう要領で戦うんです。はい。ちょっとやばい。やっぱな、今の食らうと思ったわ。あー、乗れなかった。むずいんすよ、これ結構。これも。音楽は可愛らしいけどなぁ。ロックマファイブのボス戦の音楽って可愛いんですよね。曲が。よし、クリアできました。はい。はい。ここもちょっとむずくなかったかな。ちょっとむずかった気がするんですよね。ああ、そうそう、ここね。ここちょっとむずいとこあるんですよね。ここ怖いんですよね。ここはもう普通にラッシュジェットでいきます。はい。あれ、まあギリジャンなんですよね。この下のとこが怖いんですよね。ここはね、ジャンプ力高いから、いい感が取れるのはありがたいけど。あ、まだか。あ、ここやね。あ、やっぱここやね。ここはちょっと難しいとこで。スーパーロー。そう、ここねー。ここむずいんですよね、結構。上に針があったりするんで。そう、ここジャンプ力高いから。おー、危ね。危なかった、今。ここはね、怖いんですよ。ペシランパサランもあるし、上に針あるし。よし、いけた。なんとかいきました。はい。あ、よかった。なんとかクリアできましたね、ここまで。あ、出た、でかいの出た。グラビティホールドがね、ちょ、ボスラッシュでね、グラビティホールドを使うやついるんで。ジャイロマンと戦うときにグラビティホールドが必要なんで。あ、1アップ出た。スタークラッシュはいらないよな。もう使うことないよな。あ、でかい、でかいの出た。
このネズミはね、あれなんですよね。あの、スーパーロックバスターじゃないと倒せないというか、倒せないってことはないけど、倒しにくいっていうかね、背が低いから。よし。いやー、これはもういけるでしょう。こんだけあったら5機もあれば。6機ですよね、実質。ここはね、これでこう行くんですよ。ギリギリなんですよね。はい。ここも、パワーストーンやな。パワーストーン自体は、チャージまで使うから、ちょっとね、温存したいとこあるんですけど。これボスですね。ジャイロマンの動きやってきます。はい。こいつはそんな強くないんですよね。ね、この繰り返しです。さっきのダルマ落とすよりは全然弱いです、こっちの方が。あ、しまった、この手もた。あ、しまった、食らってもた。倒しました。はい。はい。そう、ここボスラッシュですね。だから短いんです。いい感めっちゃ取れるな。使いまくれるいい感。6個もあります。ミステリー感もあるからね。そうか、もうボスラッシュか。ちょっとあれかね、パワーストーンがちょっと少ないな。しょうがない。あ、そうか、ビートが、そうか、ビートもないねんや。ビートあるね、あのラスボスで使うんで。あ、そうか、ミステリー感使いか、その時ね。そうか、ミステリー感使いからね。さあ、一番最初はやっぱり一番強いやつからいきましょう。チャージマン。これね、ボスラッシュって、ボスラッシュの部屋ってね、なぜか8体ボスステージのボスの部屋をね、使い回してるんですよ、これ。ロックマン5は。シャッターがあるからね。あー、当たらんかった。いや、他のね、ロックマンシリーズはボスラッシュの部屋専用のね、ボスの部屋がちゃんと用意されてるんですけど、このゲームはなぜかね、8体ボスステージのボスラッシュの ボスの部屋そのまま使い回しですからね。なんでか知らないですけど。よし、倒した。よかった。ストーン足りるかなって心配でしたけど、足りてよかったです。次、クリスタルですね。その次に強いのは。ジャイロアタックで戦いますけど。しかも、ボスラッシュのこの部屋で、はしごをついてんの、このゲームだけですよね、これね、こうやって。はい。こいつが2番目に強いですね。あ、しまった。着地した時に当てる方がいいですね。はい、もうほぼゴリ押しで戦うって感じになりますね、強いから。その次強いのがウェーブマンかな。ウェーブマンはチャージキックですね。
この体力はちょっと少ないな。ジャイロマン先倒すか。はい。ウェーブマンダメージ受けれるから結構。こいつも強い方ですから。はい。あ、でも結構減ってるのは減ってるんだよな。スターマンこう先弱いやつ行こう。はい。こいつはね、8大ボスステージの時ノーダメージで倒せなかったんで、今回ノーダメージで倒せるようにこうちょっと目指していきたいと思います。普通も、まあ、そんな、一番弱くはないけど、もう弱い方です、かなり、こいつは。個人的には。こいつ、スタークラッシュをね、出してるとき動けなくなるとか、間抜けですよね。一瞬だけ。はい。ノーダメージで倒せました。はい。で次、ウェーブマン行きましょう。ウェーブマン強いから、ダメージ受けるから、満タンで行きたかったんですよ。こいつはもうほぼこの弱点武器使ってゴリ押しで戦うって感じになりますね。はい、倒しました。はい。あとは弱いやつしか残ってないよね。あのナパンマンもまあまあですね。ナパンマン、はい、クリスタルアイでね。はい、倒しました。あと2体は弱いんで、グラビティとストーンね。グラビティはスタークラッシュが弱点なんでしょうけど、これで戦う方が難しいですよね、かえってね。一回やってみましょうか。グラビティの弱点これなんですけど、密着しなきゃいけないから余計むずいと思うんですよね、これ。これで。やっぱむずいよな、こっちの方が。普通にロックバスターで戦う方が絶対楽でいいと思うんですよ、こうやって。ミスった。ああ、食らってもだ、ノーダメージ目指してたのにな。8体ボスの時にノーダメージで倒せたけど。で、ここストーンマン一番弱いですけど、こいつの弱点一応ナパームボムが効きますけどね。これで戦うとちょっと気持ちがいいんですよ。こうやってこれ当てるのちょっと気持ちがいいんでね、好きなんですよね。うん、こいつも全然ロックバスターで十分倒せるボスですけど、こうやってね、なんか爆弾で当てるのが気持ちいいんですよ、これ。はい、これ全部倒しましたね。で、ワイリープレスですね。はい。こいつね。ここでこうやってね、して、こうやって当てるんですね。はい。ワイリーなんですよ、これね。うわ、ちょっとこれ避けにくいパターン来たなぁ。たまにあるんです、あれ。ノーダメージで倒せるんですけどね。ちょっと、ノーダメージできなかった。あ、しまった。今回、あれやなぁ。
パターン悪いな。うまく、これね、調子いい時ノーダメージで倒せるんだぞ、こいつ。これ、針があるから真ん中ね、ここに落ちてやられるっていうこともあるんで、ボンミスしてしまうと。あ、しまった。今日調子悪いな。こいつ弱点武器なんかあるんでしょうけどね、弱点武器知らないんですよね。倒した。はい、こいつはもうこれ最後の面ですね。こいつ、ここで出てくるのか、こいつ。こいつ、中ボスですけどね。これ出てくるな、こいつ。またさっきのやつが。レイちゃんのやつが。はい。ちょっとダメージ食らっちゃってるんだけど。はい。これでね、ミステリーガン使っちゃうか。まあ、まだいいか。スーパーロー。そうやね。最初スーパーローで戦うんですけど。はい。はい。はい。これ YD ですね。YD マシンです。これスーパーローが弱点なんですよね。これ吸い込まれるから怖いんですよ、これ。はい、倒しました。で、これラスボスです。はい。これはね、ミステリー缶、じゃあビートを使うんで、ミステリー缶使います。全部回復してくれるんでね。はい。で、これで、ビートを使います。このビートで勝手にね、攻撃してくれるんです。あ、食らってもうた。まあまあ、いい感じいっぱいあるからいいけど。はい。このビートはね、ドクターコサッコがね、作ってくれた、一応、ロボットですね。体当たりロボットですね。この音楽は神曲ですね。これもう急に出てくるからな。どっから出てくるかわからないっていうのがね、あるから。うわ、近すぎる。ちょっとやばい。いい感じ使っとこう。これでやられてしまったら、ワイリンマシンがやり直しになるんでね。そうなってくると、ちょっと、あ、ビートなくなったやん。そうなるとね、ちょっとクリアするのが難しくなってしまうんで。また一発ですけど。ブックバスターでね、あと一発。低い位置に現れないと、よし、よかった。なんとかクリアできましたけど、まあ一応ノーコンクリア挑戦一応成功とさせてください。はい。本当は最初の3機でクリアしたかったんですけどね、一回コンテンツを使ってしまってるんですけど、あれはね、一応まあ、保険っていうことなんで。ロールちゃんこれ耐えれないでしょ、普通なら。はい。なんとか、無事、
これ無事ってこともないな。なんとかね、クリアできました。ノーコンクリア挑戦、一応成功とさせてください。はい。本当は最初の3機でね、クリアするのは一番かっこよかったんですけどね。ちょっとそれができなかったんですけど。まあ、少々やっぱりね。やっぱりちょっとね、なんていうのかな。欲求不満は残りますよね。本当は最初の3機でクリアしといたら一番かっこよかったんですけどね。一応ね、保険のコンテンツを使っちゃってるんで、そこがちょっとね、気持ちとしてはちょっとね、不満ありますけど、まあしょうがないですね。はい。一応、ノーコンクリア挑戦成功ということでさせていただきます。はい。それだけど、このロックマン5難しいってことなんですよね。だからね、多分ね、僕ね、ロックマン2とロックマン4はの、ね、2と4はね、ノーコンクリアね、したことはありますけど、こっちの方が難しいんでしょうね。僕の中では、5の方が。多分まだ不慣れというか、経験値がね、まだロックマン4とか、ロックマン2と比べたら少ないんですよね。5とか6の方がね。後に発売されたゲームの方がちょっとまだ経験値が少ないというか。それでもだいぶやってるんですけど、5、6でもね。多分ね、ロックマン2がね、今までね、子供の頃から、あれしたら、50回ぐらいクリアしてるとしたら、あと、ロックマン3はね、ロックマン3もまあ多分ね、50回ぐらいクリアしてると思うんですよね、累計ね。まあまあ、大雑把に数えてるんですけど。それで、ロックマン4は多分ね、50回もクリアしてないと思いますけど、30回ぐらいはクリアしてるでしょうかね。で、ロックマン5とロックマン6に関してはおそらく20回ぐらいじゃないかと思います、クリアしてる回数ね。だそう比べたら3つと少ないんですよ、やっぱり。大雑把な計算ですけど、適当なね。多分それぐらいの感覚だと思うんですね。それで、ロックマン1もね、20回ぐらいだと思います。クリアしてる回数ね。経験値少ないですね、1もね。1もパスワードがないから、そこまでやってないっていうのあるんですよね。んで、ロックマン7はね、クリアした回数ね、一桁台だと思いますよ。5回か6回ぐらいかな。んで、ロックマン8はね、5年ぐらい前に初めてクリアしてるんですよね。1回だけ。ロックマン&フォルテも1回しかクリアしてないですね。で、ロックマン7じゃなくて、ロックマン9がね、3回ぐらいしかクリアしてないんですよね。で、ロックマン10も3回ぐらいしかクリアしてないんですよね。だから経験値によるんですよね、やっぱり。クリア、ノーコンクリア挑戦できるかできないかっていう、そういうね、基準っていうのがね、そういうことになってきます。もうなんとか、ロックマン5じゃないわ、ロールちゃん5は、ノーコンクリア挑戦成功ということで、はい、させていただきたいと思います。ちょっと欲求満は少々残りますけど、はい、そういうことでよろしくお願いします。はい。いやー、やっぱ難しいっすね。はい、なかなか大変ですね。いや、最初のね、ブルースステージの第1ステージの時に、スーパーローンにこだわらずにね、ラッシュコイルじゃ、ラッシュジェットでやってたらな、こんなことにならなかったかもしれないんですよね。ちょっと失敗だったですね、あれ作戦というか、あれでね。そこはちょっと、まあ、悔やまれるとこですね。はい。じゃあ、ロックマン、ロールちゃん5、これで終わりたいと思いますね。次回は、ロックマン1のノーコンティニュークリア挑戦やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。その後、ロックマン2もやると思いますけど、はい。はい。はい、シュロックマンです。はい、ロックマン5じゃないわ。ロールちゃん5ね。またちょっとリベンジした形でさせていただきたいと思います。はい。今回でロールちゃんの挑戦としては最後ってことになりますかね。はい。はい。またこれね、ノーコンクリア挑戦として、またね、今回やらせていただきたいと思います。
そうそう、これロールちゃんがちゃんとね、すごい可愛いですね、これ。そう、プロトマンって言うんですよね、外国版はブロスのことね。はい。はい、じゃあ最初からやります。ノーコンティニュークリア挑戦のリベンジになりますね。まあ前回やった時は仮クリアということになりましたんで、今回は完全クリアを目指してやりたいと思います。はい。そうですね。まあ普通にじゃあストーンマンからいきましょうか。まあこのゲームの一番鬼門なのはブルースステージですよね。ブルースステージが一番難しいと思います、このゲームは。うん。まあでも残機がいっぱいあればね、なんとかなるとは思いますけどね。だから正直なところね、ロックマン2よりも、ロックマン3よりも、ロックマン4よりもね、僕5の方が難しいような気がするんですよね。今はね。昔は逆だったんですけど、昔は5は簡単で4とか3とかね、2の方が難しいと思ってましたけど、正直5の方が最近難しい気がしてきました。はい。多分ね、プレイしてる経験値がね、多分、ロックマン2とか3とか4よりは少ないんだと思います、こっちの方がね。これは、どうしようもないな、これ。はい。まあね、あれが、はい、まあロックマンばっかりやってますね。ああ、もったいな。こんなとこで食らうとはな。このネズミはあれですからね、チャージショットじゃないと倒しにくいんですよね。背が低いから当たりにくいんですよ、あのネズミは。この面そんなに難しくないんでね。あ、1アップ出た。そう、5は1アップ出やすいんですよ。うん。だから優しいイメージがありますけど、ブルースステージがね、ちょっとね、難易度高いなと思ってますね、個人的にはね。やっぱりね、8大ボスステージはそんな難しくないですよね。8大ボスステージはもう、取れなくてもいいよね。その8大ボスステージは、何だっけ、ジャイロマンステージが一番難しくて、それ以外はなんとかなるんだよね。ジャイロマンステージと、ウェーブマンステージがちょっと難しいかなって感じのところありますけど。残機5機分ありますからね、もうすでに。このチャージショットがね、一番強力なんですよね、5のチャージショットがね。あの E 缶はもう無理して取らないことにします、あれ。結構難しいんで、あれ取るの。はい。で、ここで取ればいいわけですから、ここでね、E 缶か1アップをね、取ればいいわけですからね。これ、選べるんで。うん、ちょっとでもいいや。はい。で、ここなんかね。あ、そうか、これか。あんまり意味ないな。隠れてる部屋があるんですけどね。そんな大したことはなかったな。こっちはないね。当たりにくいんですよね、これ。
まあね、このメットールはね、ちっちゃいのいっぱい出すけどね、結構稼げるんですよね。結構出してくれるから、回復とかね、出してくれる時あるから。やばいやばい、危なかった。はい、ノーダメージですね。この武器ゲット画面はロックマン史上一番いまいちですね。回転してるだけですからね。はい、じゃあ次はじゃあチャージマン行きましょうか。はい、割と強いボス先倒しちゃいましょう。一番強いと思います、8大ボスステージの中ではね。一番強力だと思うんで、こいつはボスね。面はそんな難しくないですけどね。ここの面はほんと下から数えた方が早いぐらい難易度は低いんですけどね。いや、もったいないな、いっぱい出るけど使い道ないから。この前ね、全然怖いとこないんでね、この面は。めっちゃ回復出るけど、武器エネルギーとか使ってないから全然。はい、チョップ出た。で、このゲームはね、最大9機までしか残機増やせないから、ロックマン2とかみたいに11機とか12機とかにならないから、9機が最大なんでね。また1アップ出た。これ何機、8機やもん。もうカウンターストップするぐらい残機ある状態になっちゃいますね。ここ簡単にパネル取れるんですよね。ここはですね。まあこのね、チャージマンは弱点武器持っててもたまにね、調子悪い時負ける時ありますからね。それぐらい強いんですよ、こいつは。結構一番強いので、個人的にこいつは一番強いと思ってるんでね。このパワーストーンも命中率悪いしね、思ったより。まあでもいけそうですけどね、今回は。こいつはロックバスターで倒すであればかなりきついですよ。ほんとめっちゃ強いんだよね。はい、
はい、じゃあ次は、じゃあ次はね、グラビティ版いきましょうか。はい、ここはまあもうね、そんな難しくないですから、ここもね。チャップが取れますね、ここもね。残機何機も、もう9機ですよ。もうね、もうこれ以上取れないぐらいの残機になっちゃいましたね。1アップが出やすいからね、このゲームは。だからもうエディとか出たときはイカン取った方がお得ですよね。はい、使ってないもんな。また1アップでもう増えないもんね、9機以上増えないから。取ってもしょうがないしな、意味ないしね。はい、無視。またイチャップ出ましたよ。はい、これパネルが取れますね、ここでね。また1アップ出ましたね。もう通常なら11機になってますよね。あー、しまった。安全ジャンプできんかった、今。凡ミスやな。まさかこんなとこで死ぬとは思わなかった。なんか知らんけど、ジャンプボタン押したのに効いてなかったね。まあ、残金余裕があるからいいんですけど、ノーミスでね、なるべくクリアしたかったかなってありますけどね。こんなとこで死ぬとこじゃないですからね。そんな難しくない面ですから。逆さだからちょっとやりづらいとはありますけどね、あそこジャンプね。はい、あー、くらっちゃった。ノーミスで行きたかったけど、倒しました。はい、グラビティホールド。はい、じゃあ次はスターマン行きましょうか。ここもまあ一番、まあ弱い方のボスなんでね。弱い方のボスというか。はい。
あ、しまった。これ壁越しでね、こう撃てばね、壁の向こうにいる敵も倒せるっていう特性をね、ロックマンの特性をね、活かせばね、簡単なんですよね。気づかない人多いんですけどね、どうしてもね、回り込んでね、壁越しに攻撃せずにやる人が多いんですよね。まあまあ確かにそうなるかなとは思いますけどね、あんまりこうやってない人とかはね。はい、ここはちょっと怖いですね。ここはちょっと難しい。はい、ちょっと怖いですよね、あの、ジャンプするタイミングが。これね、こういうところですよね。これ普通にね、壁越しでこう攻撃しなければ難しいと思いますよ、ここね。ダメージ受けるし、受けるでしょうしね。壁越しからね、攻撃できるっていうことを知ってないと、ちょっと確かにあそこはむずいと思います。はい。そうね、ここなんかね、どうしてもダメージ受けちゃうんですよね。こちら。結構強いね。はい。ちょっとね、こいつのなんか弾にね当たって落とされる、下の針のとこに落とされるっていうことがたまにあるんで、はい、はい、これでボスですね。はい、スターマン。マザーのなんか雑魚敵でスターマンって言いましたけど、まさにあれと同じですよね。同じ名前の敵ですね。まあ、僕はスターマンって言われたらこっちのスターマンの方が出てきちゃうんですけど、ほとんどの方はマザーに出てくるスターマンの方をね、思い浮かべる人が多いと思いますけどね。こいつ一応ね、8体ボスのリーダーなんですけどね、でも弱いんですよね。ちょっと今危なかった。はい、ノーダメージですね。スタークラッシュ、スーパーアローね。じゃあ次はジャイロマン行きましょうか。一番難しい、一応八大ボスステージの中では一番難しい面ですね、ここは。でね、音楽は遊園地みたいな感じなんですけど、このね、空飛んでるこの敵が結構ね、厄介なんですよ、あの敵ね。いっぱいいるときちょっと厄介なんですよ、これ。いっぱい出てくると。あれは飛ばんでもいいな。これジャップ、今8機やから取った方がいいな。はい、
こいつがいっぱいいるときはね、厄介なんですよ、結構ね。結構強いんですよね、あれね。まあ無視してもいいんですけどね、今のやつも。さあここですね、ここはちょっとね、ちょっと怖いんです。ここね、ここがちょっと怖いんです。パネルもあるんで、パネルもね、うまいこと取らなきゃいけないから。あー、しまった、死んじゃったやん。まあ取ったからいいけど、あれね、取りながらね、死なずにね、こう、なんつうのかな、うまいことね、あれ、なんつうのかな、落ちずに取るの難しいんですよ、結構あれ。落ちずに取るのに今失敗しましたけど、さっきね。はい。で、ここも難しいんですよね、ここも。はい、ここもむずいんで、たまにやられるんで、ここもね。はい。難所がね、二つぐらいあるから、ここね。さっきのとこと、こことね。ここは怖いんですよ、ここギリギリなんで、ここ。怖いんですよね、ここね。極端にね、難易度上がるんですよね。ここ、めっちゃ難しいんですよ、あそこね、今のとこ。なんつうの。微妙なジャンプの加減があるんで、慣れないと何回もあそこでやられると思いますよ。また1アップ出た。死んだ分取り戻せるのがすごいね。じゃあグラビティホールドで倒します。はい、残機9機ですね。いい感が1個もないんですよね。しました。まず次元爆弾を仕掛けてるかのようなね。ミタンゴジェット、はい。はい、じゃあ次はどうしようかな。ウェーブマン行きますか。ウェーブマンも面は結構難しい方なんでね、うん、ここもまあまあ難しい方ですね、面としては、うん、音楽結構好きですけど、むずいんですよこれ。ノーダメージで行くのが難しいんですよこれ。これ2つのタイミングがね、なかなかこうきついというか、タイミング合わないんですよ、これ。だからむずいんですよね、ここ。実は難しいんですよ。結構ダメージ受けてしまう面なんですよ。めちゃくちゃあるけど。なんか貯める必要ないな、ここは。冷静にこうやって避けてから行った方がいいですよね。はい、ここまだ貯める必要ないか。まあ後半のね、なんていうのかな、なんかバイクみたいな、スクーターみたいなのに乗っていくシーンがあるんですけど、そこはちょっと難しいですね。はい、ここもちょっとね、ちょっと難しい。はい、でここにね乗っていくんです、これにね。はい、これがちょっと難しいですね。しかもここパネルが出るから、うまくパネル取らないともう一回ここ来なきゃいけなくなるんで、それもね気にしなきゃいけないですから。後半パネルが出てくるんでね、この辺立ってるのがね一番いいんですよね。ちょうどいいんですよ。ちょうどこうね、敵の攻撃を避けるのにぴったりのこうタイミングなんです、ここは。一番避けやすいというか。はい、中ボスですね。こいつも結構強いんですよね。こう正確にね、撃ってくるんで、これ、弾を。
避けるの難しいんですよね。めっちゃすごい誘導なんですよ、これ。だから強いんですよ。体力は結構残ってないとやられるときあります、あれで。で、ここにパネルが出るんでね、そのパネルを取ることを意識しないと、これ、いけないんですよ、ここはね。敵避けることよりもパネル取ることをね、意識してやるというかね。一瞬ですから、一瞬で取り逃すことありますからね、下手したら。よし、取れた。よし、なんとか取れましたね。はい。いけましたね、はい。これでもうボスですね。で、チャージアタックで倒しますね。これでね、倒します。この体力、この、多分大丈夫と思うんですけど。ああ、もったいな！ちょっと一票使っちゃったな。はい。でもなんであの、チャージマンの武器がこれなのか、ちょっとね、不明なんですよ。全然違いますもんね。その攻撃方法が、チャージマンの攻撃方法と全然違うんで。そこはなんでかなと思う時あるんですけど。はい、結構これは半分ご利用しみたいな感じで倒しますね。ウォーターウェーブ。はい。あと2ステージですね。次はクリスタルマン行きましょう。ここもまあちょっと難しいですね。ここはスタークラッシュがなかったら難しいです。スタークラッシュなかったらかなり難しくなりますね。スタークラッシュがないとね、ダメって感じです、ここは。スタークラッシュなければクリアするのはかなりきついです。はい、正直なところ。ここもパネルをね、取るのにちょっと注意しないと、またやり直してもう一回取りに来なきゃいけなくなるっていうのがありますから、ここなんですよ。これ、スタークラッシュなしで行くのめっちゃむずいんですよ、ここ。これね、落ちてくる、あれ、パターンがランダムなんで、スタークラッシュあれば消すことができるんですよ、これってね。これなかったら消せないんで、これ、クリスタルに当たったり、一発で下に落とされますからね。だから、スタークラッシュなければめっちゃむずいんですよ、あそこ。ここはもうね、E 感が出るようにした方がいいね。もう1アップ取る意味ないから、E 感が出るまでもう粘ると。1アップいらない。もうね、残機休憩ですから。1アップが出るまで粘ります。1アップちゃうわ。E 感が出るまで粘ります。よ、1アップよう出してくれんな、おい。まあ、E 感が今ないですもんね。こんだけ敵倒してるけど、いい感全然ないから。えらい出すな、いい感、いい感ちゃうわ、1アップ。よし、やっと出してくれた。これでやっと1個目ですからね、いい感ね。E 感はワイリーステージの方が多いのかな、多分。取るあれが。個数が。で、ここもスタークラッシュでいきますね。はい。これでね、いきます。あぶね。今ちょっと当たってたけどね。あれ怖いんですよね、ほんと。スタークラッシュ回復させましょう。スタークラッシュまた使いますね。これでもうこのシーンは終わりなんでね。あ、しまった。やばいやばい。ちょっとちょっとちょっと、まさかのことやな、これ。
こんなことになるとは思わなかったわ、俺。そっか、落とされるんや、あれに。シールドアタッカー、はい、でここら辺まだか。あ、ここにいかん取れるんよね、はい、これ無視やな、はい、ここミステリー缶も確か取れるんな、この面は確かね。ミステリー缶は1個しか取れないんですけど、あ、しまった。これ取れた。はい。で、ここでパネルをね、きちんと取らないと、やり直すことになるんで、またね。よし、取れた。はい。前回やったときに、もう一回取りに行きましたからね、取れなかったり。こことジャイロマンの面が一番パネル取るの難しいですよね。一発で取るのが難しいというか。もし。さあ、この体力で勝てるかどうかやな、ジャイロマン。ジャイロマンちゃうわ。クリスタルマンね。ジャイロアタックで。まあ、行きましょうか。どうね、狙いをこううまく当てるかなんですよ。よし、倒せました。はい。次、ナパームマンステージですね。まあ、ここはまあまあですね、難易度的にはね。ただ、このスタート地点はね、虎がいっぱい出てくるんで、この虎をね、倒し流すと大変なことになるんで、確実に一匹ずつ倒していかないと、これね、襲われて、まとめてね、襲われて、こう、危なかったな、今ちょっと。やられることもありますから、こいつ、しかも大ダメージ受けるんで、耐えたり食らったら結構立ち悪いんですよね。で、こいつはね、当たったら一撃でやられるんで気をつけないと。トゲが出てますからね。イカの取れます、ここね、はい、イカ何個になったかな、3つか。なんかこのシーンがちょっとだけね、トードマンステージに少し似てますね。トードマンステージもね、こういう景色ありましたからね。ロックマン4の使ってないもんな、はい、あ、そうか、これ落ちてくるんだよな、これ確か。いやいや、はい。あ、しまった、食らってもった。そら、落ちてくるんですね、あれね。結構鬱陶しいんですよ。こっち結構強いんですよね。あ、ここもいい感やな。いい感出るまで粘った方がいい。なかなか出ないね。よう出してくれんな、アイチャップは。よし、出た。いいか、何個になった ?4 個ね。
こいつ強いんですよね。結構強いんですよね、こいつ。で、このパネル取るのもね、落ちたったら取れなくなるから、もう一回来なきゃいけなくなるから。意味ないもんな。食らってもだ。そうそう、行ってくるんですよね、長距離から。そうそう、ここ出るけど、これ一番最後だけが出ないんですよね、確かね。一番最後のとこは出ないんですよね。ここは出ないんですよね。はい、さあ、クリスタルアイですね。こいつはまあ、ロールバスターでも通常の武器でも倒せますけどね。あ、そのパターンできたか。爆弾撃ってくるかと思ったら。あ、しまった。これで8大ボスステージは全部クリアになりますね。この状態でブルースステージを前回迎えてたら、もう完全にノーコンティニュークリアできたはずなんですよね。パスワードで始めたから3期に戻っちゃってるから、それが不利だったんですよ。うん。はい。ここでクイックセーブしましょう。はい。一応ね、このデータを取っておきます。はい。万が一親が帰ってきてもここから続きできますからね。はい、もうね、ブルースステージ一番難しいですけど、こんだけの残機があれば余裕だと思います。はい、前の時は3機しかなかったからね、失敗したんですよ。はい、まあ、なるべく死なずにね、もちろんね、それを目指していきたいとかありますけど、この虎もね、強いから、本当に、倒し外したら、あれで大ダメージ食らってしまいますからね。はい。白虎ですね。この面では。これ、まあ、ジャイロアタックでいつも倒してたから。前回ね、この面もね、誤算だったんですよね。ここでスーパーローで行くんですけどね、はい、ここコイルで行きます。はい、で、あ、しまった。前回ここでスーパーアローにこだわりすぎてね、やられちゃったんですよね。ここのなんか、この先のところ、ここね、ここスーパーアローで行こうとしてね、これで十分だったんですよ。Z で。こっちの方がね、安全なんですよ。それがスーパーアローにこだわっちゃって、それで何回もやられてゲームオーバーになっちゃったんですよね。うん。あれはね、判断ミスですね、完全に。アイテム選択ミスってやつですね。で、これ上からの空襲はここでね、回避すると。はい。完全に空襲ですよ、これ。はい。この回復は取らなくてもいい。もう満タンですから。まあ、今回は大丈夫だと思いますね。前回の反省も踏まえて、やりますから。ここはもうね、中ボスみたいなやつがいますけど、これで無視していけますんでね。こいつ相手してたら結構ね、強いんで。
やられますから。前回こいつでも一気やられましたよね。はい。で、ここが、ここもちょっとね、これもうラッシュ Z でいきますよ。これラッシュクオリで昔言ってたんですけどね。よし、一発でいけた、今回は。はい。前は何回もやってたんですけど。ジェットにするか。この周りに敵ほっといたら、ほっといてもな、何もしてこないですから。はい、どっか行きますから、勝手に。はい。はい。で、ここのね、ダークマン1がね、一番強いんですよね。このブルースステージの4体のダークマンの中で一番強いので。やばいやばいやばい。くっついてくるからな、こいつ強いんだよな。たまにやられるときあるからね。はい。まあ一応ダークマンステージで一番難しいステージをクリアできたって感じですね。一番最初が一番難しいと思ってるんでね、個人的には。ここアイテム取れるもんね、これ。なんか取れる。あ、あれ？ないか。あ、そうか、ここにミステリー缶があったのかな、確か。でも取ってるから、1個あるから ないんですね。あそこ確かミステリー缶だったんですよね。取ってるから、取れなくてもいいから、もう。はい。これちょっとやばい。こいつはね、そう、こいつ怖いんですよね。結構強いんですよ、こいつ。厄介なんですよ、この敵は。さっきあいつから倒した方がいい。あ、生き返ったやん。あ、生き返った。また生き返ったやん。いや、もう逃げちゃおう、これ。逃げた方がいい。そう、ここですね。ここ結構難しいんですよね。難しいシーンです、ここね。あと、ここね。ここ怖いんですよね。ここはね、スタークラッシュで行った方がいいのかな。うん。ここね、針もあるし、やばい！危ね！食らっちゃった、今。あ、しまった！マジか！ここむずいんですよね。やっぱ死んだか。やっぱりね、この面のがむずいか。第一ステージのブルースステージよりもね、こっちの方がむずいかもしれないな。あのシーンがあるから。そう、食らったら後ろに下がるから、その分ね、また生き返るんですよね、こいつがね。だから結構厄介な目とシーンなんですよ、これ。そう、ここね、スタークラッシュ。あ、マジか、おい。そこで当たるか、おい。またこっからやんか。やっぱ難しいな、ここ。ちょっと待って、残機7機か。まだ大丈夫やけど、あんまり死んだらやばいんですよね。なんか今回急にやっぱブルースステージで調子悪くなってきたね。やっぱ難しいわ、ブルースステージは。最近なんかね、僕ね、
ロックマン5難しいなって最近大人になってから感じるようになった。少年の頃余裕だったんですけどね。そういうのありますよね。なんか不思議とね。昔得意だったゲームが大人になってから苦手になるみたいな感じあるんですよね。で、逆にロックマン4とかロックマン2とかの方がね、本当は難易度高いのに、そっちの方がね、上手かったりするんですよ。なんでしょうね、この現象ね。ちょっと取っとくか、なんか使ってる分は。いやね、親が帰ってくるまでにね、ほんと、クリアしたいとこなんですけど、結構手こずってるから、この面で。あ、親帰ってきたんちゃうか、ええとこで。結構ええとこなんやけどな、今。アイチャップ出た。やばい、あ、やばい。結構なぁ。受けなきゃ回復したけど。よし、いけた。なんとかいけた。ここがね、一番難しいと思いますよ、ほんと。このブルースステージのシーンの中では。もうちょっと上か。あ、親帰ってきたな。じゃあ、ちょっと今日は終わりですね。クイックセーブして。終わりましょう。ここでクイックセーブしちゃおう。1、2、ステートセーブするか。2箇所セーブしておきましょうか。親帰ってきちゃったんで、また次回この続きやりたいと思います。ここからやりますね。ここからまた次回やりますね。ちょっと半端なとこで終わっちゃったな。取るの結構怖いんですよ。死ぬ時あるから。あ、回復取りたいな、この下の。ラッキー。1アップは取っとこう。結構死んだから。怖いんですよ、あれ。ちょっとダメージ受けるからね、結構。よし。よし、ボスまで来た。受けにくいとかあんねんな、あれ。何やろうな、あれは。ほら。よし、倒しました。さっきの親じゃなかったのかな。
はい、第3ステージ。結構厄介ですね、あいつは。あ、しまった。無視しようもん。はい。まあいいや、取らんでもあれめんどくさいかな。間に合うかな。もう消えてもうたな。ラッシュコイルの方がいいのかな。ラッシュコイルやな。これね、こうやって取るんですけどね。さてこいつ倒しちゃうか。いけるかなこれ。これラッシュジェットでいけるんやったっけな、ギリギリ。あ、無理や。無理やんか。これ。乗れないよな。どう考えても乗れないな。うわ、やばいなこれ。ギリギリかこれ。ギリギリで走るんか。お、いけたいけた。あ、でも無理や。ダメや。やっぱね、欲張ることないな。両方取んの難しいわ。死ぬんだったら意味ないもんな。欲張っちゃいけないね。どっちか取って終わりにした方がいいね。欲張ったら結局死ぬから意味ないんですよね。あれ、昔はでも両方取っていけたんですけどね、今の実力は無理なんですね。昔は間に合ったんですよ。両方取って突破できたんですけどね。下手になったからね。めんどくさいねんな。いい感がありますね。硬いな。はい。いい感。いい感、これで7個 ?7 個になりますね。ここグラビティホールドなしで行こうと思ったらいけるか。使うのもったいない気もするから。
あ、いけますね。グラビティホールド、いつもここで使ってましたけどね。使わなくてもいけますね、十分。で、これはビート。ビートでね。ここのボスのダークマン3はビートで十分なんで、ビート任せてれば倒せますから。勝手にビートがやってくれるんで。まあ、ある程度ダメージ受けるのはしょうがないですね。さっきの親じゃなかったんですね。はい。ここは短いんですよね、面が、はい。ここもでもちょっとね、気をつけないとやられちゃうんでね、このトラップね、ミスったらっていうか、ちょっとね、ちょっと難しいんですからね、ここちょっとだけ難しいんですよね。もう終わりですね。はい。で、これダークマン4なんですけどね。偽ブルースなんですね。はい。本物のブルースが現れると。はい。はい。ダークマン4ですね。あ、しまった。これ止めた。あ、しまった。うわ、ちょっと待って。今日調子悪いな。結構ね、こいつでもね、強い方なんですよね。ダークマンの中では。倒しにくい方っていうかね。ダメージが大きいんですよね。だから怖いんですよね。確実に避けるのが難しいんですよ、これ、攻撃を。この弾がね、結構厄介なんですよ、これ。この弾をね、ダメージ受けたら大ダメージなんで、倒せそうですね。はい。これで、ブルースステージクリアになります。まあ、ダークマンステージって感じですよね。はい、ここからワイリーステージになりますね。書いてるから何を言ってるのか全く分からないですけど、はははって笑ってんね。ここですね。第一ステージ。これは、ワイリーステージは、第一ステージが一番難しかったような気がしますね。イーカン8個ですね。残機も8個。ここはもう前の方に行っとかないとね、針に落ちてやられるんでね。はい。音楽は神曲ですね。哀愁に満ちたこうバラード調というかね。あれ、音なんでもいいか。
これね、PS 版のロックマン5のね、あのミッションモードっていうね、タイムアタックモードでね、この面を1分以内にクリアするっていうのがあったんですけど、あれ、1分以内だと激ムズなんですよ。ここの面ね、ボスも時間かかるしね、面も難しいから、1分以内にクリア、あ、しまった!1分以内にクリアせよってなればね、かなり難易度高くてですね、それがクリアするのがすごく大変だったっていうのはありますね。実際に実況プレイで撮ってますけど、もうめっちゃぶち切れたりしてるんでね、難しすぎて、1分以内にクリアするの相当難しいんで、ここ。あ、そうや、ここあれやん、スーパーロード行くんやったな。あ、しまった!ここじゃないねんって、もうちょっと高いとこじゃないと。あれ!ちょっと待って、これスーパーロード乗るの下手になってんな、俺。下手になってるな。よし、こうやっていくんですよね。なくなんちゃうの、これ。でも、分かった、よかった。あの、じゃあ、ラッシュジェットでもいいんでしょうけどね。スーパーアローは回復させとかないと、一応ワイリーマシンの弱点なんでね。まあ、ダストマンステージのね、あれに似てますけどね、このシーンは。はい。嫌なんですよね、この敵がね。この体力はちょっときついな。やばくなったらいい感じ使うか。ちょっとこれは無理やな、今のはちょっと。これね、あいつが来るね、パターンとか。そうそう、むずいんですよ、結構これ、タイミングも難しいんで。ダルマウト、おお、しまった、そうそう、これいい感じ使おう。今はで同時に打っちゃったから、ああいう風に2つ同時に来ちゃったんですよ。落ちタイミングと、あいつあれ落ちてくる敵のタイミングをうまくね、あれして、あれしないといけないので。こいつ最初ね、昔はめちゃめちゃ苦手だったんですけど、でこれ一回一回武器切り替えるのもめんどくさいし、そうじゃないともったいないですから。はい、もうあと一発で倒せるのかな。よし、倒しました。はい。はい、第2ステージ。まあ、ブルースステージよりはワイリーステージの方がまだ簡単ですからね、正直なところね。この方がまだマシですからね。ブルースステージの方が難しいと思います、個人的には。ここも怖いんで、
これラッシュジェットで行きますね。もちろん、はい、ジャンプでギリギリだったと思うんですよね、これ。ギリジャンだったと思うんでね。はい、いかん、これで9個になるのかな ?8 個か。さっき使ったもんね、そういえば。ここちょっと難しいんでね。はい、ちょっと難しいんですよ、ここ。さっきのブルースステージのね、どこよりマシですけど。ここスタークラッシュがあればいいですけどね、ここはね。十分です。やば、危ね。いや、危なかったね、今。もう常にスタークラッシュを装備しておいた方がいいですね、ここはね。あ、しまった何しとんね。まあね、やっぱあそこは難しいといえば難しいシーンでもあるんで、一シーンとしてね、考えれば。ワイリーステージで一番難しいシーンですよ、あそこは、今のところは。あ、しまった、もったいな。そのまま取っちゃったやん。これ行ってみましょうか、普通に。やっぱな。めっちゃギリギリなんですよ、これ、確か。普通に今行って、埋めたらやられちゃったから。だからいつもあそこはラッシュジェットで行くんですよね。ほとんどの人はそうしてると思うんですけど。もうこれ装備しとくか。残機はまあ8機あるから余裕ですけど。さっきのはボンミスやね。完全にボンミスですね。危ね。あれ?マジか、おい。今、ジャンプ力な、ゆっくりジャンプしたつもりやったけどな。低くジャンプしたつもりやったけど。なんかあれやな、今日調子悪いですね。調子悪い方ですよ。前回より調子悪いですよ、これ。このワイリーステージに関しては。前回もっとスムーズに行きましたからね。この面で3機もやられるとは思わなかったわ。これね、死ねば死ぬほどだんだんね、不安になってくるんですよね。それがね、負の連鎖の始まりって、結局ゲームオーバーになってやられるってこともありえますから。さて、ここで落ちちゃったよな。怖いんですよね、ここ。ちょっと怖いですよね、やっぱね。もうやっといけた。なんとかいけたけど、前回の方がこうスムーズにいってましたからね。もうここであと怖いとこないですよ、ワイリーステージはね。ああ、もったいな。スーパーアローがね、まだ回復してないから。一アップか。何機か死んでたから助かるけど。よし、回復出た。スーパーアロー満タンになりましたね。あとはもうね、武器は大丈夫そうでね、足りそうですね。あ、もったいな。これで倒すしかないですね。ちょっともったいなかったけど、まあいいか。で、ここはラッシュジェットで行きます、こうやって。結構ギリギリなんですよね、これ。あ、そっか、ここでも出んのか、こいつ。
で、ボスですね。ボスはジャイロアタックですね。はい。このボスはさっきの、ダルマ落としよりは弱いですから。サークリング99って名前やったかな、こいつ確か。この落ちてくるこのね、弾に当たりやすいんですよね。そうそう、これに当たりやすいんですよ、結構。あ、しまった。はい、倒しました。はい、次はボスラッシュですね。いい感ですよ。中古ですね、いい感。残機は、残機6機ですね。そっか、さっき死ん、3機死んだからね。次の前の面でね。はい。じゃあ、まず、チャージマン。結構あれノーダメージできましたね。あ、ここか、間違えた。どこにボスがおるかも覚えてないから。クリスタルマンあの辺にあったような気がするなと思ったら違った。結構フェイントしてきたな。はい、ここやったっけ。ジャイロマン、ジャイロマンじゃん、クリスタルマン。あ、ここか、2番目に強いボスなんで。よし、ノーダメージで倒せました、はい、もう適当でもいいわな。はい、こいつは3番目に強いボスですよね。こいつはパターンがいまいちよくわからんねんな。だからゴリ押しみたいになっちゃうんですよ。
パターンが覚えにくいね。攻撃パターンが覚えにくいボスとね、覚えにくい、覚えやすいボスっていうのがいますからね。あ、そうか、こいつがまだいた。こいつはまあね、どっちかって言ったら強い方なんで。グラビティホールドですね。はい。こいつスタークラッシュが弱点だったですね、確かね。スタークラッシュ使う方が倒しにくいですけど、かえって。あれ、外してる結構。ああ、食らってもた。あ、ノーダメージで倒そう思ったのにな。あら、結構食らってんな、今回。あ、うわ、やばい。ちょっと待って、めちゃってこざってんね。敵の、ちょっと待って。まさかやられる？そんなことある？いい感じ使えばよかったなと思うけど、まあ、弱いからね、油断してたって感じやな。こうやってね、攻撃外すっていう時は調子悪い時なんですよね。外してこうね、ダメージ受けるときはね、相当調子悪いときで。なんでしょうね、この、調子いいときと調子悪いときの差がね、調子いいときは ノーダメージで倒せるのに、あ、クソ食らっちゃったやん、これ。何やろな。よくわからんねんな、この、調子いいときと悪いときの差が。こいつの弱点を僕ね、見つけたいんですけど、何が効くのかな？ジャイロかな？弱点ね、知らないんですよ。あ、そんな効かないな。じゃクリスタワーやってみるか。いろいろやってみると面白いですよね。こいつ弱点武器知らないんですよ、僕。そんな効かないな。チャージキックじゃない。これも使えないし。結局じゃああれやな、ロックバスターでやるほうがいいよね。意外とこれやったり、このボム当たんないもんな。あとは使い動きないし、パワーストーンか、それともやばいやばい、ちょっと今の避けづらいパターンやった。当たんないもんな。じゃあもうこれはロックバスターですね。こいつは弱点ないというか、これで倒すべき、倒すしかないってことやな。あと一発やね。よかった。はい、次の面が最後の面ですね。結構強いんですよね。あ、出た。これはなあ、まあどうせミステリカン使うもんな。
まあ、あんまり意味ないですけどね。ミステリー缶使うから、ミステリー缶使えば全部回復するから、武器エネルギーと体力全部。無視しよう。はい。で、スーパーローですね。そうそう、あれ吸い込まれてる間はちょっとね、気をつけないと吸い込まれて大ダメージ受けるんで。はい。ビートです。はい、ビート使います。あとはもうビートに任せて、ひたすらワイリーのね、弾を受けることに専念すればいいということですね。でも食らっちゃうんですけどね、結構難しいからこれを受けるの。だってサーチしてくれるんですよね。うわ、めちゃ近い。うわ、やばいやばい。あぶね。いい感じ使った方がいいな、これは。9個もあるから。危なかったね、今の。あれ、死んだらまた第一形態からやり直しなんで。うわ、また近いとこに出てきたわ。で、なくなったんで、ミステリー缶使います。で、全部回復するんで。まあ、今回もノーコンティニュークリアできそうな感じですけどね。これ、ビートがね、ビート以外で倒すとなれば、これ、ロックバスターで多分倒すのかな。ロックバスターでこう攻撃したらどんな感じになるの。ロックマン6みたいな感じで戦うとどんな感じになるのかな。これでも届かないんですよね、ロックバスターで倒すとなればね。届くときしか当てられないんですよね、こうやって。ね。まあいいや、ビートで行きましょう。まだ余裕があるから、ビートは。近いとこに来た。これどこに出るかがわからんからな。はい、クリアですね。はい、今回もなんとかノーコンティニュー挑戦ね、ロックマン5、これで完全成功ですね。はい、文句なしの完全成功ですね。前回の時はちょっとね、仮の成功って感じでしたけど、今回完全に成功でした。いや、今日はすごいですね。ロックマン2とロックマン5、ノーコンクリア成功ですからね。うん、はい、ブルースが出てくると。はい、これでロックマン5ノーコンクリア挑戦クリアになります。いや、よかったです。間に合って、親帰ってくるまでに。うん、あ、でも録画時間終わりや。エンディングはちょっと中途半端なところで切れちゃいますね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。ちょっと動画つなげますね、これね、またね。はい。はい、ちょっとエンディングの途中で動画切れちゃったんですけども、また続きですね。もうエンディングですけどね。はい、なんとか今回も、ノーコンティニュークリア挑戦成功になりました。はい、今回で完全成功ですね。2年前の時は失敗してんですよね。で、この間やった時は、まあ、仮成功って形にさせてもらえたんですけど、まあちょっと納得いかなかったから今回もう一回やったって感じになりますけどね。はい、これで完全にロックマン1から6までの6作品、ロックマンじゃない、ロールちゃんか。ロールちゃん1から6までの6作品すべて、ノーコンティニュー挑戦クリアになります。クリア成功になりますね。はい。これでもう完全満足ですね。これでやっと他のゲームができる、って感じですね。はい。ずっとロールちゃんばっかりやってましたけど、ここ最近は。
ロックマン2を3回やって、ロックマン1も2回やってるんですよね。で、ロックマン5を2回やってて、で、ロックマン4と、あとロックマン6、ロックマン3は1回ずつやってクリアしてるって感じですけどね。めちゃめちゃロールちゃんやりまくってますね。まあ、これで、一応ロールちゃんの、に関しては、終わりですね。うん。これで終わりにさせていただきたいと思います。次回はまた違うゲームやっていきたいと思います。そろそろロープレイまた戻りますかね、ロープレイに。天外魔境2とかね、ラグランジュポイントとか、ドラクエとか FF とかね、今までやってたロープレイに戻ろうかなっていう感じもありますけどね。まあ、まだやってないロープレイで、まだね、やりたいのもいっぱいあるんですけどね。はい。次回またロープレイに戻ってもいいのかなっていう気持ちもあります。はい。あと、ま、DS でもやってないのもね、やりたいのもありますけど。で、今回思ったのは、このね、バトセラーのこの パソコンでゲームやると、アナログテレビ並みに操作性がよくなるというか、やりやすいっていうのが分かったんで、それを活かしていろんなゲーム挑戦するのもいいかなと思いますね。ほとんどアナログテレビとやってる感覚にかなり近いんですよ。うん。すごく操作性がいいというかね。はい。それが分かったんでね。はい。じゃあ、今回ロールちゃん5はね、ノーコンクリア挑戦成功ということで、今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。